STS-3 は3度目のスペースシャトルのミッションで同時にコロンビア号の3度目の飛行である。スペースシャトルがイブ燃料タンクの塗装なしでの打ち上げは初めてとなった。また、ニューメキシコ州ホワイトサンズに着陸した唯一のミッションである。1982年3月22日11時へ予定通りの日に コロンビア号の3度目の打ち上げが行われた。打ち上げは地上に設置された窒素ガスヒーターの不調のため予定よりも1時間遅れた。コロンビア号は大分整備施設に70日間しか留まらなかったが、これは最短の記録である。船長のジャック・ルーズマと操縦士のチャールズ・フラートンの2人が乗り込んだ。 ケネディ宇宙センターを飛び立つ STS-3、カナダアームに掴まれるプラズマダイギーナスティックス、パッケージ飛行の第一の目的は、カナダアームの試験を続けることとコロンビア号のビブと、長部を様々な時間で太陽に向けて、耐熱性の試験を行うことであった。さらに、地球周囲の環境を計測するためにスペースラブに搭載する機器を、 ダフィーパッケージと押しに乗せて運んだ。ゲッタウェイスペシャルもペイロードベイの横に積まれた。ミッドデッキロッカーでは、初めて複数の実験が行われた。この中には、カンティンスフローエレクトロファーシスシステムエクスペリメントや、モノディスパー、また、昆虫の動きを研究する初めてのシャトルスチューデントインボルブメントプロジェクトも、ミッドデッキロッカーで行われた。飛行中、 乗組員二人ともが宇宙病にかかった。また、オーグジリアリーパワーユニットのオーバーヒートが一度起こり、3月26日には3つの通信手段が途絶えた。STS-3 は7日間が予定されていたが、着陸予定地のエドワーズ空軍基地が豪雨によって冠水していた上に、大体着陸予定地のホワイトサンズにも強風が吹いていたため、1日延期された。 着陸を支援する装置がエドワーズ空軍基地からホワイトサンズに運ばれたが当初予定されていたアメリカ空軍の貨物輸送機ではなく1000マイル以上をアッチソントピカサンタフェ鉄道とサザンパシフィック鉄道を使って陸路で運搬することにより NASA は200万ドルの運搬費を節約した2機の T-38 に伴われての ホワイトサンズへの着陸着陸は最終的に1982年3月30日9時5分 MST に行われた。STS-3 はホワイトサンズミサイル実験場に着陸した唯一のスペースシャトルのミッションになった。最終的な接近は部分的に自動操縦で行われたが自動着陸プログラムは完了せず最後は手動で行われた。 コロンビア号は8日と4分45秒の飛行で地球を130周し531万キロメートルを移動した。合計で36枚の耐熱タイルが失われ19枚が損傷を受けた。ケネディ宇宙センターには1982年4月6日に帰還した。これは NASA がバックアップ要員を指名した最後のミッションとなった。 星から姿を表すように描かれたスペースシャトルは宇宙探査の明るい未来を意味している。オービタはカナダアームで PDP を掴んでおり、ペイロード米では多くの実験が行われている。黒い背景はこのミッションが始まった時間を表している。大色の大きな三角形はミッションに関わる多くの人を表している。二人の乗組員の名前が コロンビア号の名前とともに周りに書かれている。ありがとうございます。